総合格闘技 UFC の元ヘビー級王者のフランシス・ガヌー37カメルーンが元 WBA&WBO&IBF の3団体統一ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュア34イギリスと今年3月8日にサウジアラビアリアドのキングダム・アリーナでボクシングの10回戦で対戦することを5日、日本時間6日、サウジのスポーツエンターテインメント庁のターキー・アラルシク長官が発表した。 ガヌーは昨年10月に WBC 世界ヘビー級王者のタイソン・フューリー35イギリスとボクシングルールで対戦。1対2で判定負けしたがダウンを奪うなどの大前線を見せて WBC が世界ランキング10位に入れて物議を醸した。今年期マッチの第2弾がまたヘビー級のビッグネームとの対戦となり全世界の格闘技ファンの注目を集めている。 格闘界の怪獣 VS 怪物の激突と言っていい。現役のヘビー級王者のフューリーからダウンを奪い、冷や汗をかかせた、最強格闘家、ガヌーのボクシングマッチの第2弾は、なんと続けて元ヘビー級3団体統一王者のジョシュアというビッグネームとの対戦になった。5日、日本時間6日、この異色マッチを主催するサウジのスポーツエンターテインメント庁の長官が SNS で発表したもの。 ジョシュアをプロモートするマッチルームのエディ・ハーン氏も、今夜、我々は、試合、が決定したことを確信した。サウジのリアドでジョシュアとガヌーが激突する。1月15日にロンドンで記者会見を開き、詳細を発表すると公式 X に投稿した。ジョシュアは公式 X で、縮小、再びやるぞ、2024年8月3日と投稿。 試合が3月8日に開催される予定であることを示唆。一方のガヌーも公式 X に新年に大きなことをやる。2024年はこうなるぞと予告。炎の絵文字を3つ重ねていた。ジョシュアは12月23日にサウジで開催された興行、デイオブ・レコニング、最後の審判、デー・ IBF 同級2位のトワリン、スウェーデンとノンタイトル12回戦で対戦し、 母会終了後のワリンの危険により TKO 勝利していた。同工業では、元 WBC 世界同級王者のデオン・デイ・ワイルダー、米国、も登場。両者が共に勝った場合、3月9日にサウジの同じ会場で激突するプランが練られていたが、ワイルダーがジョセフ・パーカー、米国、に判定で敗れたため白紙に戻っていた。ジョシュアにとっては、 ガヌーは懐に入ってくる巨額なファイトマネーも含めて格好の代役だろう。一方のガヌーにとっても大チャンスだ。ボクシングデビューとなったフューリー戦では現役世界王者に見劣りしないパワーを生かして3ラウンドに強烈なフックでダウンを奪い1・2判定で敗れたがガヌーが勝っていたとその判定に異論が出るほどの大前線を見せた。 WBC は翌月の総会で1試合しか戦っていないガヌーを世界ランキング10位に入れ、当然だ、商売主義だ、などの物議を醸した。スキルの高いジョシュアとの試合は、ボクサー・ガヌーの進化を問われるボクシング第2弾となる。サウジでは2月17日にフューリーと3団体統一王者のオレクサンドルーシク、ウクライナの4団体統一戦が行われる。この待望のビッグマッチには、 条項がつけられているが、井上尚弥を2023年の最優秀選手に選出した米リング氏によるとフューリー、ジョシュアの2人が共に勝ち進んだ場合、英国勢対決が行われる可能性があり、イギリスやサウジのサッカースタジアムが満員になるだろうとの見方もある。 ロンドンド五輪のスーパーヘビー級金メダリストでもあるジョシュアは2021年9月にクルーザー級の4団体統一王者だった牛久の挑戦を受けたが判定で敗れて3つのベルトを失った翌年にダイレクトリマッチが行われたがまたスプリット判定で敗れて王座返り咲きはならなかったガヌー VS ジョシュアの移植マッチはヘビー級の世界戦線に大きな影響を与える位置づけの試合になりそうだ